会長、IOC 委員の皆様、C'est un privilège d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de m'exprimer lors d'une session. 初めて IOC 総会の皆様を前にお話しでき名誉でございます。Au nom du peuple japonais, まず日本国民を代表して、Merci. ありがとうを申し上げます。2011年、東日本は大きな地震と津波に見舞われました。IOC 並びスポーツファミリーの皆様全員がご支援の手を差し伸べてくださいました。日本は皆様の優しく広い心を決して忘れません。そして感謝を込めてしっかり未来への一歩を記そうとしております。皆様にしっかりご理解いただくためにこの後は英語でお話しさせていただきます。I imagine that the members of the evaluation commission are surprised to see me here. 私がここにいることを見て驚かれていると思います。 Well, I can assure them that I am just as surprised as they are. ただ私自身も皆様と同じぐらい驚いているということを申し上げたいと思います。 Regarding the role and position of our family still holds true. 皇室の役割について申し上げたことは、I am more than pleased that it has befallen me to personally convey our heartfelt thanks to each and every member of the IOC. 一人一人に心からお礼を申し上げることができることを大変嬉しく思います。The IOC special aid program, the Tsubasa project, has brought smiles to the faces of many children and given hope to young athletes. Tsubasa means wing in Japanese. 日本語で翼という言葉ですが、 And we hope that these young peopleこの若い人たちはその翼で未来に向かって夢に向かって羽ばたいてもらいたいと思っております。皆様はオリンピックムーブメントの精神のもとで彼らに夢を抱くことを可能にしました。モチベーションを彼らに与えました。彼らは勇気を持って自信を持って前に進むべきだということを示されました。It's the leaving of legacies. オリンピックはレガシーが大事であるというお話がありました。皆様のレガシーもこういった若い人たちの心の中に続くでありましょう。This may be the first time a member of our family has addressed you. 皇室の一員がこの場でお話しするのは初めてかもしれません。しかし日本の皇室は常にスポーツを積極的に支持してまいりました。特に申し上げたいんですが、私の亡くなった夫は熱心なスポーツマンでした。そして彼から私は9つのスポーツ競技団体の名誉会長職を受け継ぎまして、おかげさまで大変忙しくしております。IOC はオリンピックムーブメントの理念に形を与え、それを大変うまく行われたということで称賛を申し上げたいと思います。さまざまな場で今までもオリンピックファミリーの皆様とお会いしました。しかしこれだけ大勢の方と一同でお会いするのは初めてです。確かに大変見事な眺めです。また同時に共に過ごした時間の思い出も今思い出しております。また今回新たな方々とお知り合いになれて大変嬉しく思います。そして今後再びまた皆様とお会いできることを祈っております。ではここでこの特別な時を皆様と一緒に過ごすことができましたので、今後私をオリンピックファミリーの名誉あるメンバーの一員として考えていただければ幸いです。ではチームジャパンのプレゼンテーションが始まります。ご存知の通りみんな大変一生懸命努力してまいりましたので、このプレゼンテーションが説得力のあるものであることを祈っております。本日はこの機会をいただきましてありがとうございました。